はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日コリスです。えー、今日は、メカワンコを当てるパート9ということで、いよいよもうパート9まで行っちゃいましたね。で、各パートごとに大体4個買っておりますので、しく36、36個買っております。で、フェラムでワンボックス20個入りなんで、もうワンボックス買えたじゃねえかと。 なんならもうちょっとリニボックス目突入じゃねえかという感じなんですけども、大体いいお金に換算すると、まあ36円かける60ですので、まあ2000円ちょっとぐらいですかね。それでもまだ当てられてないということで、はい。ぜひ、このおまけを欲しい方はメルカリで買ってください。本当に。実際に当てるとなるとなかなか当たらないおまけですので、今日当てることができるのか、えー また開けていきたいと思います。こんだけ長く続くと思わなかったね。パート9まで行くと思わなかった。じゃあ1個目開けていきます。今日はブドウ味4個買ってきたんですけど、なんとなく当たる気がしますね。なんか直感で。もうずーっと笛ラムネ買い続けてまあ10年目ですけど、なんかやっぱりそういう直感的なものって養われてきますよ。ああ、今日レアのおまけ当たりそうだな、みたいなね。うん。じゃあ1個目開けていきたいと思います。せーの、こちら。 お、最近見ないなって思ってたやつが当たりました。あの、この車のシリーズ、最近本当に出なくて、マジで廃盤したと思ってたんで、今びっくりしてます、正直。銀色のパトカーでございます。はい。こちらはもうね、えー、この銀色。ま、だいたいこの車のシリーズ6種類ぐらいあるんですけども、銀色コンプリートしております。ダブリーですね。2個目開けていきたいと思います。 何が当たるか。楽しみでございます。では参ります。せーの、こちら。おーっと、プテラノドン当たりました。これもまあ持ってますね。はい。まあリアル恐竜シリーズ2期って僕は呼んでるんですけども、はい。こんな感じでございます。まあそこまでリアルでもないんですけどね。<laughs> 造形もね。うん。まあしょうがないですよ、やっぱ。 お菓子の会社ですので、うん、おまけの造形力には、やっぱりそこまで、もうこう、文句は言えないですけどね。チョコエッグとかだったら、昔だったら海洋堂と古田で、古田がお菓子を作って海洋堂でフィギュアを作るみたいな、もう海洋堂フィギュアの会社ですから、すごい造形が素晴らしいと。だけどまあ、エラムネに関してはコリスさんが全部やってるんでね、まあ、そこまでは難しいということでございますけども、まあ素晴らしい造形もたくさんありますが、じゃあまあ、そんなことはさておき、3個目開けていきたいと思います。 なんか、当たる気がするのは確かなんだけど、最後あたりに来るかもしれない、メガワンコ。うん。じゃあ、3個目参ります。せーの、こちら。あー、ダメですね。えー、昆虫シリーズのヘラクレスのおまけになります。こちら。えー、まあ、緑色の透明のクリアラメなんですけども、こちらもすべてコンプリートしております。で、こちらなんですけども、メイドインジャパンのおまけなんですね。すごいですよね。ジャパン。 で、まあ、ちなみに、さっき言わなかったんですけど、このパトカーもですね、まあ、ジャパン。日本のおまけなんですね。はい。そんな感じでございます。じゃあ、ラスト、開けていきたいと思います。マジで当てたい。頼むよ。でもなんかすごいね、あの、結構増えらんって、4個5個ぐらい買うと、絶対なんかダブリのおまけとかあるんですけど、おまけがしっかり。 あの、別々の違うジャンルのおまけがちゃんと出てるので、ちゃんとシャッフルされてるものかと思われます。シャッフルされてないボックスとかもあるので、結構バーってまとまって同じ系統ジャンルのおまけが入っちゃってる。だから例えば昆虫シリーズだったら、もう一個昆虫シリーズが当たっちゃうとか、そういう感じのものが多いんですけども。じゃあ、ラスト。これで絶対メカワンコ当てます。もう宣言通り。当たる気がする。もう絶対当てます。これ当たるから、見ててください。せーの、こちら。 <laughs> ダメだ。車スタンプでした。大きさ的には、まあメカワンコと同じぐらいなんですけど、ちょっと残念ですね。正直。こんな感じでございます。車スタンプ。はい。今回は男の子用を4個開封したんですけども、今回も、なんと、当てることができませんでした。もう、いよいよ、これいつまで続くのかなっていう、ちょっともう先が見えない恐怖と、 え、不安にちょっと襲われつつある二十歳の毎日コレスでございますけども。まあ、根気強く、えー、買っていって、いつかね、皆さんの前でメカワンコを当てる日が来る時が、えー、来たらいいですね。うん。じゃあまあ、今回はこんな感じで終わりにしましょうかね。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。